今日の選手紹介はこの方です。自己紹介いいですか。はい、榎本哲也です。よろしくお願いします。ちょっとめっちゃ緊張してる俺。ゆうた、やばいね。やばい、バクバク。ずつくれよ。じゃあキャンプ今来てるんですけど、どうですかキャンプは。いやー、ね、富山で2週間やったけど、ね、まだね、サッカー自体が全然できてなかったからね。まあこれからね、みんなで徐々に上げていけばいいんじゃないかなと思ってますけど。チームの雰囲気とかどんな感じですか。選手とかみんな下だと思うんですけど。いやもうね、まあ可愛いやつなんでいいんじゃないですか。同部屋ともくんじゃないですか、うん、どうですか部屋でどんな感じなんですか。いろいろサッカーの話もするし、なんか動画一緒に見てとかやってるかみたいな。さっき、ね、トモ君にインタビューした時ね、結構あの家族多いみたいな。家族すごい連絡取ってる。そうだね。まあ単身だからね。そうですね。みんな家族寂しいですね。寂しいですか。寂しいね。寂しいですか。やることねえじゃん一人だと。いつもそうなんですけど、ロア。え？いつも一人だから。いつも一人だから。そうそう、やることない。いや、家族いないから。そうだね。そうそう。じゃあ、遊び行こう。お願いします。連れててください。お願いします。今、J リーグで、J3 とかでもやっぱり結構同年代の選手とかいるじゃないですか。うん、やっぱ試合とか楽しみな選手とかチームとかってありますか？まあね、知り合いがね、いるところは全部、楽しみだし、で相模原のね、富澤選手とかね、ああ行ったし、まあ、そういうの、昔から知ってる人たちが多いので、それでまあ会えるのは、ね、楽しみかなと思いますけど。今までのなんか J1 とかで、なんかいろんな代表クラスの選手とかとやったりしてるじゃないですか。で、なんかこいつめっちゃうまいなとか。すごい怖いストライカーって言いました。まあ、ストライカーで言えば、まあ、外人もすごい選手いっぱいいたしやってきたけど、まあ、日本人でやっぱりズバ抜けてるのは興梠慎三かなっていう感じが、やっぱりもう万能だし頭いいし、本当にセンスしかない。まあ、あれは今までね、すごい日本人のストライカーを見てきたけど、まあそれ以上かなっていう。毎衝撃。そうですね。テントンとか。そうだね。もう動き出しもいいしね。本当にすごい選手だし、まあそう、心臓とやれたのは本当に良かったなと思いますね。あと富山、まあ加入 J1 の浦和から加入するってなったのはやっぱり亮さんとつながりとか。そうだね。まあ、そうだね。もうね、なんかね、もう俺も35度白くだし、もうなんか、そういうやって言われるのが、ね、嬉しくなってくるし、まあ、いろんなことでひっくるめても、何年経ってもそうやって言われるのが、ね、嬉しいから、まあ、ただ、いろんな環境の問題とかあったかもしれないけど、でも全然そういうのは、やりがいは本当にここが一番あるなと思って、富山に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね、すごいなんか J1 とかでずっとやって選手とかと一緒にやれるっていうのは、まあ、若いから自分たちがすごい、吸収してるっていうのと。まあ、どんどん行ってもらいたいです。そうね。いやでも、まあ、言ったらやっぱり水木と奈良陽太とかはもうこれからね、本当にこう、まあ、言い方これが合ってるのか分からないけど、踏み台にするというかステップアップをしなくちゃ絶対いけないと思うし、まあそれは前も言ったかもしれないけど、ステップアップするためには最低条件をクリアしないと、やっぱこの富山を、B
みんなの力、特にね、個人の、ね、力を出して、J2 に上げないと、やっぱり、ね、個人の価値が上がらないから、まあ、そのためにもね、まあ、自分が、それで、みんなの力になれれば、それで、J2、J1 に行けるようになれればいいかなと思いますね。頑張ります。最後、かかってるよ、君たち。頑張ってますか。かかってます。かかってる。かかってる。頑張ってるって聞こえた。頑張ってるじゃない。頑張ります。頑張って本当にね、中心なんだから、でも本当に最後にじゃあサポーターに一言もらってもいいですか。まあとりあえず、このチームは若いんで、すごいいっぱい走ってくれると思いますし、まあ僕のミスもね、助けてくれると思うんで、で何よりね、すごい、ケツを叩いてくれる監督がいるんで、まあ、その亮さんのためにも、そして富山の皆さんのためにもね、事実に絶対上がりましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい。あ、いいですか、もう一個いいですか。誰欲しいの。亮さんの、あ、監督の、うん、ユースの時も監督のさせるじゃないですか、うん、と今のどうですか、結構変わったというか、もう角がなくなっちゃったよね。もう今ですユースが四角だとしたらもう丸に近くなっちゃったよね。だってもう言えないもん、本当に。ユースの時の亮さんは言えない。そんなすごいんだね。今でも俺はちょっと怖いんですけど。そうだね。いやでも隠してるとは言ってたよ。隠してるんですか。確認してるとは言ってたから、爆発させないように。そうですね、とりあえず死に物ぶりに行かないと、試合中でも突っ込んでくるから、ゲームの中入ってくるから本当にそういう感じ。頑張ろう。頑張ろう。怖いよ、言わせないように。まだ見てないから、そんなに。まだ見てないから、それは見せないで方がいいかもしれないけどね。本当に立場いいか。立場悪いか。立場悪いか。あざーす。ありがとうございます。あざーす。